ンション上がるわー、テンション上がるわー。ついにサマーゲームフェスト2024が始まりますね。もう間もなく、もうすぐです、もうちょっとですよ。テンションがもう、テンション、あっ、準備はいいですか、準備はいいですか、準備はいいですか。皆さん、ついに来ますよ、いろんなゲームの審査発表会が。楽しみすぎるうるさかったですよね、はい、いやでももう今回はもううるさくて仕方ないんで、すいません。楽しみなんだよー、カモン、あい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 、まあゲームではしゃぎすぎるのもほどほどにしようか。どうも皆さんこんにちは、ケイシチャンネルです。というわけでですね、まあなんだかんだ言いつつも、サマーゲームフェスト2024がほんのもう目の前目前となっておりますので、今日の動画はですね、発表を期待するゲームたちみたいな、そんなお話をね、ダダダダとちょっとしていきたいと思います。こんなゲーム作品が発表されたら嬉しいなっていうね、もう希望増し増し、欲望増し増しでお話ししていきたいと思います。皆さん的にもあると思います、こんなゲームが発表されたら嬉しいなって。もう好き放題コメントに書いてください。これ待ってるみたいなの。普段はね、発表されそうなゲームを予想しますみたいな、そんな動画にしてるので、好き勝手は割と言えなかったりするんですよ。だから今回はちょっと好き勝手言いたいなと思っておりまして。いや、ただそんな妄想あふれる話ばっかりじゃ思んないと思いますので、すでにですね、発表されることが決定しているゲームなんかも少しまとめておきました。まあ事前に発表される内容をね、事前に抑えておいて、過度な期待をしないように、挑むといいかと思います。いや、というのもね、主催のジェフ・キーリーさんも、必要以上に期待しすぎないでほしいというふうに言っておりまして、まあここ数年間ね、ゲームの発表会みたいのには、すごい大きな期待が寄せられるようになっておりまして、まあ抑えて、まあ抑えてとか言っておきながら、なんかもう今から好き勝手これ発表してほしい、あれ発表してほしい、みたいなこと言い出すんだけども、まあ大事なのは、そういった希望するものが発表されなかったとしても、十分にショーを楽しむことができるかどうかってところがポイントになってくるかと思いますよね。今はね、ショーが始まる前の楽しみ方みたいなもんだと思っております。みんなでワイワイ好き勝手おしゃべりしていきましょう。サマーゲームフェストの期待値っていうのはどれぐらい持ってればいいのかなみたいなのもちょっとあると思うんですよ。去年の発表されたものの中で大きかったものをちょっと振り返ってみましょうか。ファイナルファンタジー7リバースの新しいトレーラーが公開されておりましたね。合わせて発売時期なども発表されておりましたよね。あの時は本当興奮でしたよね、去年はね。確かね、大取りに持ってきてたはずなので、大きな注目が集まった瞬間だったと思います。それ以外だとですね、スパイダーマン2の発売日が発表されたりしてましたね。かなり大きな発表が行われてましたよね。龍が如く7外伝名を消した男の発売日の発表なんかも行われておりました。今年大きな話題を呼んだパルワールドなどの新しいトレーラーなども発表されておりましたね。あとニコラス・ケイジがステージに登場しておりましたね。今回はですね、チャンネル・ケイジが登場する可能性ってあるんでしょうかね。ないね、俺がまだ日本にいる時点で。まあ発表内容のごく一部ではありますけれども、そうやって見るだけで、なんかその日本の我々にもすごくね、期待感の高いイベントだっていうのがすごくわかりますよね。海外のイベントではありますけどね、我々も十分に楽しむことができるのではないでしょうか。というわけで、じゃあまず皆さん今ちょっとコメントに書いてください。何期待してますか。私はね、期待してるもんね、本当にね、めちゃくちゃたくさんありますすげえたくさんあります。そのうちの一つでも出てきてくれたら、もう俺も立ち上がっちゃうね。立ち上がって、もう大騒ぎして、もう一発スリッパで引っ張られてもいいぐらいのレベルではあります。ゴー!えい!まず私がすごく期待したいのは、ゴースト・オブ・ツシマ2。まあ、ゴースト・オブ・ツシマ2っていうかですね、サッカーパンチプロダクションの新しいゲームが期待ですね。サッカーパンチはね、結構前から封建時代のゲームを開発しておりまして、何年か前にね、封建時代のゲーム作るのに人材募集しますみたいなのがあったので、まあ間違いなくなんかやってるとは思うんですよ。まあそれが対馬2なのか新しいゲームなのかはちょっと分かりませんけれども、
まあ、その辺の発表がね、まあ、もうそろそろやっぱりちょっと欲しいかなっていう気はしてるんですよね。2025年には多分大型タイトル SIE 出したいはずなんですよね。まあ、今年大型タイトルがちょっとないっていうことらしいので、来年には間違いなく出したいと思う中で、それって何なんだろうって言ったらゴースト・オブ・ツシマ関連、サッカーパンチプロダクション関連がちょっと可能性として高いかなっていう気はしてます。ならもうここで出しちゃってもよくないで私は思うんですけども、早いね、早い、いやまあいいんじゃないかなと思いますけどね。2026年とか2027年に発売されるようなものはあまり発表されないということらしいですが、果たしてどうでしょうか。来てほしいな。まあ、仮にでもゴースト・オブ・ツシマがさ来るとして、なんで先日のステート・オブ・プレイで発表しないんだよみたいな話にはやっぱりなっちゃいますよね。いやでもほら、先日のステート・オブ・プレイは今年発売のコンコードに焦点を結構合わせてたんでね、あのヘルダイバー2もすごくうまくいってたんで、そっちの方に力入れたんだろうなっていうのはなんとなく感じます。ただコンコードはね、まだ発表されただけなのにすごくその嫌われてるというかすごいかわいそうだなとちょっと思ってます。ノーティードッグからは新作ないかな。まあ、ラストオブパート3じゃなくてもいいんだけどね。なんか新作の新しい、全く新しいゲームとかでもいいんですけれども、サッカーパンチかノーティードッグ、どっちかの新作ちょっと来てほしいなとは思ってます。まあ、ここ最近ノーティードッグのゲームといえば、まあ、リメイクやリマスターばかりだったりするので、完全新規の作品っていうのは結構もう間が空いているわけですからね。まあ、そろそろちょっと披露してほしいかなという気もあります。期待するゲームってなった時に、スクエニのゲームってやっぱりなんだかんだで結構あったりするんですよね。サマーゲームフェストのパートナーにスクエニが名を連ねてないので、ちょっと来ない可能性の方がはるかに高いんですけど、好き勝手語っていいところなんで、今日はちょっとね、期待してるものを話させてもらいます。やっぱりキングダムハーツ4来てほしい。やっぱこれはもうね、先日ジェフ・キーリーさんがないよってちょっと言ってるんで、まあ間違いなく来ないんですけど、なんか他のゲーム発表会とかでもいいから、なんか正直来てほしい。 Xbox ショーケースもあるし、任天堂ダイレクトもありますし、まあでも任天堂ダイレクトでキングダムハーツ4の発表はちょっとまだ難しいかなと思うんですよね。まだその任天堂も新しいハードとかも発表まだできていませんし、まあこの感じのグラフィックでやるとなると、やっぱりスイッチではちょっと難しいでしょうから、まあ他でやってくるだろうだという感じにはなりますけれども、まあそうなってくると残すところは Xbox ショーケースっていう形になるかなという感じですけれども、まあもうほんとどこかでは来てほしい、どこかでは来てほしいとね。サマーゲームフェストもこれパートナー発表って、これまだ第1弾みたいな感じで発表してるんですよね。だから今日とか明日にサマーゲームフェストがパートナーの発表ですパリーンって画面割れて、そこにスクエニドーンって出てきて、キングダムハーツ4本当はありましたみたいな、ジェフ・キーリーさんのドッキリでしたみたいな、そういう可能性ないかな。ないよね。画面割れろよ畜生ね。画面割れろで思い出したんですけど、ファイナルファンタジー9のリメイクもちょっと発表来てほしいなと思ってます。なんかね、9のリメイク噂がちょっとありまして、以前ね外注で制作してたんだそうです。だけどその出来上がりのクオリティに満足しなくて、自社で手直ししているみたいな話がちょっと噂としてあるんですよね。なのでちょっと時間がかかっているとか、そんなような話だそうです。まあ、最近のスクエニの方針のコンセプトには合ってる行動だとは思いますよね。でなおかつこのファイナルファンタジー9のリメイクはスイッチにも対応なので、なのでリメイクとして言うならクライシスコアみたいなリメイクになるだろうっていう、まあ、以前からの噂をさらに裏付けるものにもなっているかもしれませんね。でそれ自体もスクエニさんの最近の方針にも合ってるので、まあ、可能性ちょっと高そうだなと思ってます。ということはですよ、任天堂ダイレクトで来てよ任天堂ダイレクトでね、来るかもしれない、任天堂ダイレクトで。刑事チャンネルダイレクト、ピシン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 パリーンからのドラゴンクエスト 3HD2D の発表でしょうが、そうドラクエ 3HD2D も、いやこれは間違いなくこの近辺どこかで発表されると思いますので、もう任天堂ダイレクトですよね。ちょっと待って、サマーゲームフェストの話してるのになぜか任天堂ダイレクトの話ばっかりになってんないやでもスクエニのゲームワークって考えると、ちょっとサマーゲームフェストで来る可能性低いんで、なんかそっち側の想像になっちゃいますよね。ドラゴンクエスト 3HD2D はね、いやこっちはねもう来ると思いますので、ある程度安心していい。もうあとはもう発売日いつなんだろうっていういやでもそれちょっと早とちりすぎかなっていう方にもう気持ち私シフトしてはいるんだよね。
いやなんかね、その昔のゲームの HD2D リメイクだからそんなに遊ぶ気なかったんだけど、なんかわかんないけどすごい遊びたい欲求すげえ湧いてきちゃって、ドドドドドドってね、俺懐かしさで俺爆破してしまうかもしれないな、ドラクエ3今やったら、まあ、ほぼ何も覚えてない、いや、うん、序盤の方は少し覚えてるかもしれないけどね、盗賊の鍵取りに行こうみんなで、ね、まあ、非常にちょっと楽しみになってきてるんですよね。いやでもそうなってくると、でもドラゴンクエスト12もね、すごいちょっとやっぱりちょっと見てみたいんですよね。そのいやまだ来ないだろうなとは思いつつも、やっぱりちょっと見てみたい。まあ、ドラクエ12は今ね、まだゲーム画面すらも見せてないんですけど、これもスイッチに出してくるんじゃないかなと私は思ってます。ね、いやほらドラクエさ、その11の時も PS4 版と 3DS 版2つ作ってきたじゃない。ね、まあ、今回も2つ作るとは思わないんだけど、まあ、何らかの方法でより幅広いコンソールに出す方針でやる、間違いなくやると思うから、でそういった兼ね合いもあってなかなかちょっとゲーム画面とか見せられてないんだろうなっていう気はしますけれども、そろそろ欲しい、マジで欲しい。でまだスクエニの期待作続くよ、ね、これが次最後、ニーヤ関連、ニーヤの新作ほんともう待ってます。ニーヤオートマタいつだっけ、2017年、あーそっか、これも7年経ってるんですわ。ドラクエ11と一緒か。まあ、ニーヤ関連はいろんな作品が出てはいるものの、その本編、まあ、何が本編っていうのもちょっと難しいよね、ニーヤに関してはね、ではあるんだけれども、まあ、ニーヤオートマタ系統の感じ、まあ、ニーヤレプリカント、ニーヤゲシュタルト、ニーヤオートマタの感じで次ニーヤンチャラカンチャラやってほしいなといったところありますから、こんな末置き機で、まあ、スイッチも含めてでも全然 OK なんですが、まあ、ちょっとその辺ちょっと期待しております。まあ、なんかその大きいサプライズ発表っていうのはないのかもしれませんが、新作ゲーム発表の中になんか1個でも入ってたらちょっと嬉しいなと思ってる次第ですね。最近まあなんかいろいろなんやかんや言われているスクエアエニックスですけれども、やっぱり期待するゲーム結構あるん、そうだから期待しちゃう IP をたくさん抱えてるゲーム会社だからこそいろいろ言われるんだろうなっていうところはありますけれどね。でね、カプコンさんなんだけど、カプコンさんモンスターハンターワイルズの新しい情報出してくるっても確定してるわけじゃないですか。で、ただね、なんかカプコンね、複数のゲームを発表するって言われてるみたいなんですよね。海外の方で、まあ、そんな風に言われておりまして、カプコンが正式にそう発表したわけではないと思うんですけれども、どうも複数のゲームを発表するみたいなんですよ。で、そうなった時にじゃあ何が発表されるのかなっていうところじゃないですか。バイオハザードの何かはちょっと可能性薄そうかな。バイオハザード9に関してはそろそろ発表かもってちょっと前に言われてたんですけれども、つい最近やっぱり発表されないわっていう風に、まあ、情報持ってる人が言ってたんで、どうやらバイオハザード9の発表はちょっと可能性薄そうな気がしております。代わりにね、バイオハザード0とかバイオハザードコードベロニカとかがなんか RE シリーズとして作られてるっていう噂も出てたりしますので、バイオハザードはね、それこそまあ毎年出したい、あるいは1年おきぐらいのスパンでは出したいシリーズになってるので、来年や再来年にまた発売される可能性も十分にあるゲーム作品なわけですから、まあ、この辺はね、もういつバイオが来てもおかしくないっていう気持ちはね、心のどっかに持っててもいいかもしれない。ただね、カプコンといえばやっぱりね、プラグマタがね、発表からまあだいぶ、発表されたのいつだっけ、プラグマタ。確か2020年とかの気がするんだよね。そうですね、2020年発表で、今24年となっておりまして、ただ今発売時期すらも白紙の状態になっていて、どうなっているのかなっていうところちょっと気になってくるところ。結構若いクリエイターを中心に作っているみたいなのが、カプコンのなんかね、記事にありまして、まあ、そういったところもあってね、じっくり作ってるというところはあるんでしょうけれども、ただ何度も発売を延期してしまっているだけに、プラグマタ次の情報はおそらく発売日や発売時期がある程度固まってからじゃないと発表してこないだろうななんていうふうに思っておりますが、期待して待っております。デスストランディング2はどうなのかみたいなところもちょっと気になりますよね。いやでもね、小島監督ね、多分まだ日本に今いると思うんだよね。監督の登壇は今回はなさそうかなっていう気がしてはおりますが、まあでもサマーゲームフェスとジェフ・キーリーさんと小島監督仲いいんで、なんかトレーラーなんか出すかもわかんないですね。まあでもあんまりトレーラーその小出し小出しにしてこないですよね、小島監督。なんかここぞっていうところでバチッとこう決まったトレーラー出してくる感じがあるから、まあ半年前にね、ゲームアワードでトレーラー出したばかりなので、
まあ、ひょっとしたら今回はちょっとないかもしれませんかね。あ、まあでもそれよりもね、小島監督のゲームに関しては OD、Xbox の方でやってる方。Xbox ショーケースでちょっとその辺の続報そろそろちょっと欲しいところもありますよね。二つ同時に作っての大変だろうね。本当に。それ可能なのかね、そんなことね。すごいよね。まあそんな感じでね、なんかこう、本当に来てほしいな。っていうようなゲームダダダッと上げていきましたけれども、ここからは実際にもう来ることが確定しているゲームと、あるいは噂的に来そうだなっていうゲームなんかをちょっとね、お話ししていきます。まずですね、メタファーリファンタジオ、開発の方が登壇されて、ゲームの紹介をしてくれるという形になっておりますね。サマーゲームフェストだけじゃなくてね、メタファーリファンタジオに関してはその同じ日、多分サマーゲームフェストが終わった後にアトラスからの情報発信番組もまた行われるみたいなんですよね。いよいよで発売に向けて一気に情報が出てくるなというような感じでしょうか。もう本当にね、もうすぐですからね、あと4ヶ月ぐらい。そしてですね、ドラゴンボールスパーキングゼロも、今回のサマーゲームフェストで発表があります。これも確定です。発売日来るかな発売日来るかな。先日ね、あのキャラクタートレーラーとか新しく公開されておりまして、ゲームプレイ映像とかもっとねたくさん見せてくれたりとかあるかもしれませんし、ただここでの発表があるとしたならば発売時期とか発売日とか来てもおかしくなさそうかなっていう気がします。そしてね、先日これ発表されたんですけれども、ヤクシスレッダーヘッドの、世界初公開の映像が、用意されているとのことです。このヤクシはね、あのサイレンシリーズを手掛けた富山圭一郎さんのスタジオで今開発されてるんですね。富山圭一郎さん、ボーカゲームスタジオっていうですね、スタジオを設立しておりまして、ヤクシ自体は2021年に一度トレーラーが公開されているんですけれども、それからねずっと続報はないような状況だったんですが、結構ゲーム完成してきたのかな、どうなんでしょうか。まずはどんなゲームになっているのかって、もうとにかく不気味不気味ですよね。なんか香港から着想を得ていて、サイレンのコンセプトを再解釈していったらどうなるかっていうところが起点となっているゲームなんだそうです。サイレンファンの方はちょっと必見ですね。サイレンって海外でどれぐらい人気あるんだろうね。 X とかのポスト見てたら結構喜んでる方々多くてさ、楽しみですよね。そして、今年の初めにね、すごくゲーム界を賑わせましたパルワールドの、情報が来るということだそうです。さらにですね、 2K からはですね、なんか新しいゲームが来るとこれわかんない、まだわかんない、発表されてない。ひょっとしたらボーダーランズの新作なんじゃないかっていうふうに言われておりますけれども、ボダラン好きの人はちょっとね楽しみに待ちたいかもしれません。ボダランじゃなかったらでもがっかりするかね。 2K 好きの方は楽しみにしててもいいと思います。であとね、キングダムカムデリバランス2なんですが、新しいトレーラーが発表予定となっております。キングダムカムデリバランス2はね、ちょっと前に発表されて、ね、話題になっておりましたけれども、その続報が早くも来ると。一応今年発売予定のゲームなんですよね。今年の年末ぐらいかな、ホリデーシーズンぐらいなんじゃなかろうかななんていうふうに思いますけれども、ね、この辺からはね、来そうかなっていうような形なんですが、ドラゴンエイジドレッドエルフ、これ来るかな。バイオウェアの新作なんですよね。でただね、ドラゴンエイジに関しては Xbox ショーケースの方で来るんじゃないかっていう話もあったりするみたいなので、まあ、どうかは分かりませんけれども、まあ、ただあのこれも確か2024年発売を予定しているゲームだったはずなので、まあ、近々発表が来るかもしれませんね。そしてファントムブレイドゼロ、これはね、去年のステートオブプレイ、5月のステートオブプレイで発表された、まあ、なんか剣撃っぽいアクションゲームだったりして、まあ、なかなか印象に残ってる方も多いような気はするんですけれども、今年体験版が配信予定となっているんですよね。なのでタイミングとしては割とありかなと思いますし、サマーゲームフェストのね、そのイメージトレーラーでもこのゲームの映像使われてたりするので、結構可能性高いんじゃないかなと思っております。あ、でもなんかこの系統の流れでいくと、ロストソウル A サイド、これも気になるよね。俺これ読み方合ってんのかな、ロストソウルアサイドなのかな、 A サイドだよね多分ね。このゲームもねだいぶ前に話題になって、もうみんな忘れちゃったんじゃないかなと思うような感じありますけれども、あの今年の4月にね、中国でレーティング審査突破したみたいなんですよね。まあ、っていうところもあるので、なんか少し動きあるかもしれませんね。さあ、まあそんなわけでね、いやーなんかね、こんなゲームが来てほしいなみたいな話し始めたら、長い長い話が。ちょっとごめん、すげえ喋りすぎて、長い動画になってるかもしれない。いや、
可能な限りコンパクトな動画に3分ぐらいの動画にまとめて3分は無理じゃん、3分は無理じゃん、もうね嫁に叩かれてる時点で3分過ぎてたような気がするんで、まあ、それは無理かもしれませんけど、まあすごい楽しみですよねといったところです。皆さんのぜひね希望なんかもぜひコメント欄に書いていただいてね、今しか楽しめないこの時間をみんなで楽しみましょう。というわけで今日の動画はここまで、ご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。